今日は東京マラソンが開催されました。久しぶりに4万人という参加者を増やした大会です。朝からボランティアの方たちや警察の方たちがたくさん出て準備をしています。そしてあっという間に手際よくいろんなことが完成されて、そして8時55分9時近くになってどんどん走っていらっしゃいました。まず最初に車椅子走者です。頑張れ頑張れ、拍手をして応援します。マスクをしながらも大声を出すことが嬉しく楽しく幸せを感じました。向こうにいる給水の方たちたくさんいますが、後からこれらのお水などが全部使われることになります。国旗を出して応援している人もいます。水天宮が嬉しそうです。向こうの方から走ってきました男子の一軍です。世界のトップランナーの方たちです。この中に今回の勝者がいます。大迫選手も帽子をかぶって走る姿を見ることができます。さすが素晴らしいフォームです。頑張れ頑張れ。冷たい風ですが日差しはとても暖かい3月です。次の第2弾の方たちが走ってきます。周囲の応援団も人が増えて、そして応援イベントもどんどん出てきます。頑張れ頑張れ、頑張れ頑張れ。女子はもう少し後の方で走ってきます。これは東京都が手配してくださった地域の方たちの応援団です。可愛い子どもたちがチェアガールになって応援します。そして気がつくといろんな国の方たちが応援して、そしてランナーたちもいろんな国の方たちがいます。いろんな言葉で応援が飛び交っています。交通規制がされる中で人々がとてもすんなりとマラソンを見て応援しています。子どもたち頑張って、何回も何回も冷たい風の空気の中で踊ってくれます。こんなことができることが嬉しいなと感じて、そして走る方たち、応援する方たち、子どもたち、お年寄り、そして日本だけではなく海外からもたくさんの人たちが来て走っている、それを感じるとコロナが本当に収まって私たちの日常が取り戻されつつあることが感じられて感動してしまいました。頑張れ頑張れ、みんな頑張れ。この応援イベントは東京都がいろんな手配をしてくれています。そして音響さんもプロの音響さんが手配されていますし、交通整理もしっかりされていました。通行する人たちのための給水テントも設置されています。手際よく設置され、手際よく撤退されていました。頑張れ頑張れ。このあと4万人の大群衆がどん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 走ってくることになります。その数の多さは圧巻です。去年は2万人程度
に規制されていたので、倍の方たちが参加することになっています。それでも応募に漏れたランナーたちも日本国中に、いえ世界中にたくさんいるのですね。自由に走れる、自由に踊れる、自由に動ける、こんな喜びを満喫した寒い3月の1日です。海外の方たちが本当にたくさんいらしていることに驚きました。浅草などは旅行者がたくさんいるのはわかるのですが、このような東京マラソンで走っている、そして家族を応援しているということで、大きな国際交流になったと思います。素晴らしい3月の東京マラソンでした。皆様お疲れ様でした。